2022年1月，部分曾住在福岛的日本民众向东京地方法院提起集体诉讼，以受到福岛第一核电站事故带来的放射性物质影响而患甲状腺癌为由，向东京电力公司索赔。13号，东京地方法院再次开庭审理此案。 当天下午，上百名民众在东京地方法院前集会，要求东电和日本政府承担责任，向原告进行赔偿。2011年，福岛第一核电站发生严重的放射性物质泄漏事故，事发时，6名原告的年龄在6至16岁之间。2012至2018年间，他们在接受福岛县政府实施的甲状腺检查中，先后被确诊患有甲状腺癌。2022年。 6名受害者正式就此提起诉讼，要求东电公司和日本政府作出赔偿，每名受害者向东电索赔8000万至1亿日元不等。据原告律师团介绍，这起名为311儿童甲状腺癌诉讼的原告目前已增至7人。原発事故が起きて、こういう変化になったと。それがその因果関係があるのかどうかという部分ですけれども、それをどういうふうに考えればいいのか。 まあ我々がするのはその常識だろうと思うかもしれませんが、そこをですね裁判上どういうふうに認定すればいいのか。全く新たな新たな気持ちでですね、この裁判に取り組んでいただくことを期対したいと思います。本当に目の前にすぐにこの裁判に参加しているお子さんたちは全然そんなことなくて本当に重症化というかその本当にその病気に悩んで治療に悩んでいろいろ人生が変わってしまったお子さんたちが。 本当にもう明日がある、先があるが、未来があるっていうふうに思ってたお子さんたちが、ある日突然そういう審判が下って、病気になって、皆から切り離されて。原告律師团表示，他们已经向法院提交了由专家组汇总的意见书，要求东电和日本政府进行全面深入的调查。 隠すことや認めないことで、なんとかみんなが諦めるのを待っているんじゃないかというふうに感じています。事故後にこれだけの確率で増えているということを、他にどうやって説明するんだろうというふうに思っています。本当に当たり前の判決を、しっかりと原告の主張がすべて認められる当たり前の判決を出してほしいと願っています。